ジーナを探しに行きます。いました。ジーナ、アシュレイ、待ってるように言ったのに。ゲート開かないの？ええ、そこにある装置にこのセキュリティカードをかざせば開くはずなのに。いろいろ調べてみたんだけど、どうしても開かないのよ。もしかしたらソフィアが何かしたのかも。ジーナ、私にやらせて。え？解除キーに傾きの操作が追加されたようです。開いた。アシュレ、何を使ったの？これだよ。ラスならゲートを開けられる。それはママが作った機械なんだって。ラスって言うんだ。サヨコ・ロビンズが開発した機械、そんなものを持っていたのね。助かったわアシュレ。これでイアンのところに行ける。イアンはどこにいるの？103号室よ。ジーナ、私も一緒に行きたい。一人で待つのは嫌。アシュレ、それに私ラス持ってるし、きっとジーナの役に立つよ。わかったわ、一緒に行きましょう。ここも閉まってる。アシュレ、開けられる？うん、任せて。あれ？ロスが反応しない。そういえばこの装置ランプがついてないな。だからロスが反応しないのかな。ちょっと調べてみよう。さあ、よし、ここがパパの研究室なんだ。そうよ。なんか散らかってるね。ロビンズ博士は研究熱心だから、ここに泊まり込むことも多いのよ。予備のチップを探します。折り鶴を見つけてしまいました。
パパはアナザー復活を阻止する活動をしているようです。あ、ジーノ、ダメね。ねえ。え？ダメね。ねえねえ。よし。うん。さあ。よかった。さあ。喉が渇いたです。これは、パソコンを調べるの？ええ、ソフィアの情報が何か手に入るかも。パスワードわかるの？多分ね、任せて。よし、入れた。え、もう？ジーナすごい。ソフィアにやられてばかりじゃ面白くないでしょ。これは何か分かった？ここから誰かにメールを送っていたみたいね。宛先が非表示になっているメールが2通あるわ。もしかしたらソフィアには協力者がいるのかも。メールを読んだら何か分かるかもしれないね。アナザーのことや協力者がいるって書いてある。ソフィアは最初から私を狙っていたんだね。マシューにパパのことを教えるって騙して盗みをさせて。ひどいよ。ソフィアのこと絶対に許せないわ。ジーノ、ソフィアの思うままにはさせない。うん。そのためにもソフィアの協力者を何としても見つけ出さないと。もう一つのメールも見てみましょう。この研究所にもアナザーがあるの？もしかしてここに書かれているエージェントってビルのこと？
ソフィアはアナザーを調べていた。パパはこのことを知っているの？パパはもうアナザーには関わっていないはずだよね。ブラッド・エドワードと、これってロビンズ博士の言っていた、このエージェントがソフィアの協力者かしら。違う、その人は死んだよ、ブラッド・エドワード島で。そうか、あの事件にはあなたも巻き込まれていたんだったわね。だとしたらソフィアの今の協力者は一体誰？アシュレイに接触してきたライアンが怪しいですが、彼は人間ではなさそうですし、協力者ではない気がします。あ、カバンだ。どうしたの？これバス停で取られた私のカバンなの。捨てるなんてひどい。全部あるか確かめてみなくちゃ。あ、もう。よし。よし、反応してる。これならいけそう。ダスでこのセキュリティ解いちゃおう。よし、開いた。話には聞いていたけど、サヨコ・ロビンズ博士は本当に天才だったのね。ジーナはママのこと知ってるの？ええ、サヨコは JC バレー設立時のメンバーで、創設者のジャドが認めた伝説の科学者だったそうよ。そうなんだ。そう、この部屋が気になります。ふむ、ありましたよ。
さあ。待ちなさい。アシュレ、早くエレベーターに乗って。うん、行かせない。ジーナ、いいから閉めて。ジーナ、大丈夫？ええ、運が良かった。かすり傷で済んだみたい。ソフィアは追ってくるわ。どうしよう、あっちは銃を持ってるんだよ。緊急停止のボタンよ。これでこのエレベーターはしばらく動かせない。地下2階から上に上がれるエレベーターはここだけだから、これでソフィアの動きをしばらく止めることができる。ジーナ、すごい。さあ、行きましょう。イアンの部屋は103号室よ。うん。寄り道したくなっちゃいます。あ、またしても発見してしまいました。来て。うん、気がついた？ジーナか。電話をしてたら突然ドアが開いたんだ。振り向いたらソフィアがいて、僕の顔にハンカチをこんな風にかぶせてきた。そのまま意識を失ったのね。しかしまさか。ジーナ、君とロビンズ博士が探っていた情報流出の犯人がソフィアだったとは驚いたよ。まさか彼女がアシュレイまで襲うようなことをするなんて。いや、ロビンズ博士は来なかった？ロビンズ博士？ここには来てないよ。博士はイアンのところに行くと言って別れたけれど、もしかしてセキュリティの確認で先に警備室へ寄ったのかしら。途中でソフィアに襲われてなければいいけれど。ソフィアは銃を持っているの。私たちもここに来る途中襲われたわ。ジーナ、大丈夫か？私は平気。それよりロビンズ博士が心配だわ。ジーナ、私パパを探しに行く。え？パパが心配だよ。
警備室に行って見てくる。僕が一緒に行くよ。ジーナ、君はここで休んでいて。わかったわ、イアン。アシュレイを頼むわね。アシュレイ、警備室はこの階にある。